攻守方向入れ替えまして、今度は熊本右から左に攻める格好になります。熊本ファーストアンテン、スクランブルしてナイスタックル。クォーターバック5番ハンドオフェイから左方向へのブーツレック、味方ブロック自らがブロッカーを押しのけて左オープンに展開する形で左サイドを打開しようとしましたが、これはディフェンスに読まれ約2ヤードロスに変わっています。熊本相手陣22ヤードから、失礼しました、相手陣22ヤードからセカンドダウン8、先ほどのランプレー2ヤードゲインとなっていました。さあ熊本マーベルスセカンドダウン8、さあ捕まってしまって CA コルベッツナイスです。ここで熊本ジェットモーションスイープにより右オープンを打開しようとしました。キャリア16番の総力にかけましたが、これを CA コルベッツ70番見事に対応しまして大きくロス、約6ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応しましたのは CA コルベッツの70番の姉妹、福岡教育大学出身。しかしここで反則が発生しておりました。イエローが発生しております。フィールド上に審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。イリーガルシフト、不正なフォーメーションの変更を行いました。オフェンスには様々な制約があります。試合プレー開始前1秒間の静止というのが条件にありますが、これを守れておりませんでした。しかしこの反則をディフェンス側 CA コルベッツ取りません。先ほどのプレー有効としまして、先ほどのビッグロスを生かしました。従いまして熊本相手陣31ヤードからサードダウン17の状況で試合再開です。攻撃権更新、果たして熊本なるでしょうか。パスだゴー、ナイスゲームファースター。クォーターバック5番ここでロングパス、右奥に走り込んでいたワイドレシーバー16番にパスを投じ、これを16番見事にキャッチして攻撃権更新。熊本マーベリックスファースター、ファースナンゴール、見事なパスを投じました。クォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身のプレイヤー、それを取りましたワイドレシーバー16番は前田、関西学院大学出身のプレイヤーです。これにより熊本相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴールとなります。熊本マーベリックスファーストダウンゴールダウン17番タッチダウン、熊本マーベリックスタッチダウン、この距離を熊本ランニングバック31番に託しました。これに応え31番エンドゾーン飛び込んでタッチダウン、熊本6点獲得。そしてタッチアウトの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション、キッカーは3番の中村が務めます。このキック中村見事に決めまして1点追加、熊本マーベリックス7点 CA コルベッツ0点。まず熊本がこの均衡を破りました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチアウト、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチアウトですと6点が入ります。さらにタッチアウトはその後にワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これだと自殺点のセーフティー2点を挙げまして
アメリカンフットボールワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5パターンになります。この足し算により得点が構成され、引き分けは起こらない決着方式になっております。そして試合は先ほど得点を挙げた熊本マーベリックスのキックオフで試合再開と出ます。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフして試合を再開します。キッカーは2番久保田選手です。このキックは外へ出まして反則という形になります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード進んだところか、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードの抜体として自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選ぶことができます。CA コルベッツ自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。さあ先ほどタッチダウンを挙げられた CA コルベッツ反撃となりますでしょうか。自陣35ヤードからの攻撃に入ります。 CA コルベッツファーストダウン10パス、松田選手パス失敗、パス不成功。クォーターバック14番パスプレーによりまず打開を図るとしましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。攻撃権一つ失ってセカンドダウンに変わります。CA コルベッツセカンドダウン10。さあ CA コルベッツセカンドダウン10。ラン中央のさあ中央のランプレーを挟みました。味方ブロッカー生かして中央突破を図りましたキャリア5番。しかしこれも熊本のディフェンス集まりよく3ヤードのゲインにとどまっています。久野選手、CA コルベッツ5番は久野、福岡大学出身。さあ CA コルベッツサーダン7、 CA コルベッツサーダン7パスパス不成功。ここで CA コルベッツランニングバックへスクリーンパス、ブロッカーをつけてキャッチアンドランを図らせるプレーを選択しようとしましたが、このパスコントロール乱れ、パス不成功に終わっています。 CA コルベッツフォースダウンに変わります。CA コルベッツフォースダウン7、ハントフォーメーションを選択します。フォーメーションからフォースダウン6、ナイスパーン、リターナーはクワウドリターンに入ります。これは CA コルベッツのカバーよく熊本陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置から熊本の攻撃と変わります。ファントはキックによる攻撃放棄ですが、しかしそのキックにより陣地挽回を図ることが可能です。アメリカンフットボールは点取りゲームのため陣地そのものは勝敗には関係がありません。しかしミスをした際失点が起こりにくい、その陣地の位置は非常に重要な要素になります。熊本自陣35ヤードからファーストダウン10。
クォーターバック5番オプションプレーで自らキープ。オプションはクォーターバックが持つかランニング枠に託すかの選択プレーですが、自らキープしまして約5ヤードのゲインとしています。オプションをしましたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身のプレイヤーです。熊本マーベリックス自陣40ヤードからセカンドダウン5。ナイスラン、ファースラン、ここで熊本ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開し、裏をつくようにランニング枠31番見事に攻撃権更新を果たしました。熊本マーベリックスファースラン31番大黒選手。キャリア31番は大黒、大阪教育大学出身。熊本マーベリックス自陣46ヤードからファーストアウト。熊本マーベリックス自陣45ヤード付近からファーストアウト。パス、ナイスゴール。ボールをキャッチしたのはファースト。7番ファイヤーバックの5番、ここでロングパス、ワイオルシーは87番、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新。熊本マーベリックスファースター見事なパスを投じます。クォーターバック5番は吉村、取りました。ワイドレシーバー87番は林、西南学院大学出身のプレイヤーです。熊本マーベリックス相手陣30ヤードからファースターアウト。スーパー対決モーション QB が抜いて走っております。クォーターバック5番ハンドオフェイから中央突破を図りました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ナイスバー。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけが許されています。熊本マーベリックスこの反則によりまして10ヤードの罰則を受けます。反則でホールディング10ヤード罰対して敵陣40ヤード付近からファーサーテで誤っておりました。パーソナルファウル、不適切なプレーがありました。アメリカンフットボールは危険な競技であるため、その行動に危険、暴力性があった場合にはパーソナルファウルを取れます。15ヤードの罰対です。5ヤード付近からセカンドアンドロングです。熊本マーベリックスファーストダウン25。パス、ナイスタックル。タックルしたのは70。ナイスディフェンス。この状況熊本スクリーンパスにより突破を図りましたが、見事な対応をしました。熊本失礼しました、 CA コルベッツ70番、このプレーをほとんどゲインなく終わらせました。素晴らしいディフェンスしましたのは CA コルベッツ70番の姉妹、福岡教育大学出身。熊本セカンドダウンロング、ボールオンは相手陣43ヤード。
した。パスは不成功。パスは不成功。ここで一気に状況打開を図らんとロングパスをクォーターバック5番投じましたが、しかしこれは CA コルベッツディフェンスの集まりよくパス不成功に終わっています。熊本ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。熊本相手陣43ヤードからサードダウン23。バランス体験さあイエローが出ております。ナイスカバー。パスは不成功。しかしイエローフラッグ反則が発生しています。CA コルベッツのオフサイド、ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜体となります。先ほどのプレーは無効という形になります。結果的に熊本は5ヤード前進しサードダウンやり直しとなります。先ほどのプレー、オフェンスのスタートタイミングをずらし、あえてオフサイドを仕掛けるオフサイドトラップを決めたようです。5ヤード抜体して、熊本マーベリックス。敵陣40ヤードから、相手陣39ヤードからサードダウン18。パス。パス成功。クォーターバック5番、ここで左側にいたワイドレシーバー2番にパスを通しました。この獲得距離が果たして攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。クォーターバーベリックスファースター。素晴らしいパスをキャッチしました。ワイドレシーバー2番は久保田、東海大学出身です。厳しい状況を突破しました熊本。相手陣19ヤードからファーストアウト。モーション。ナパナランです。一気にいった。タッチダウン熊本マーベリックス。この感激をついて熊本ランニングアップ31番、ハンドオフを受けて中央突破。一気にディフェンスのスピンを縫うようにエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。熊本6点獲得。さあトライフォーポイントはリードボール体系からナイス。このトライフォーポイントを見事に決まりまして1点追加。熊本マーベリックス14点、 CA コルベッツ0点。熊本さらにその差を広げるタッチダウンを上げることに成功しました。第2クォーター14対0で熊本マーベリックスがリードしております。序盤の膠着状態をまず先に破りました熊本がその勢いに乗って2つタッチダウンを上げる形に成功しております。 CA コルベッツ、この状況を打開することがこの攻撃シリーズでできるでしょうか。まもなく試合は熊本マーベリックスのキックオフで試合再開となります。さあキッカーは2番熊本マーベリックス、2番久保田選手で試合キックオフカバーまで試合が再開されます。さあリターンに入ります。しかしジャックルしたタイミングがずれたことによりまして、 CA コルベッツ自陣20ヤードを超えたところからの攻撃となります。
7ヤード。シエコルベツ自陣23ヤードからファーストダウン10。さあ、CA コルベツ自陣23ヤードからパー3点です。パス。さあ、まずは外へ振りました。外側に配したワイドレシーバーにピッチパス、そこからキャッチアンドランを図らせまして、約2ヤードのゲインとしています。失礼しました、ゲインになっておりません。むしろ1ヤードロスという形になっております。さあ、シエコルベツノーゲインでセカンダーテン。シエコルベツセカンドダウン11。さあ、シエコルベツバランスの体型です。パス、クォーターバック14番、ここでパスを投じようとしましたが、これを熊本マグリックスディフェンスライン陣に殺到し、53番がキュービーした。パスを投じる前に仕留めました。約7ヤードロスを奪っています。見事キュービーサックを決めました熊本マグリックス。53番は森山、鹿児島大学出身のルーキーです。さあ、CA コルベッツサーダウンロングシチュエーションです。CA コルベッツサーダウン18の状況に挑みます。パス成功、はい、ここでクォーターバック14番ロングパスを投じました。しかしこれは熊本のディフェンスのカバーによりましてパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってフォースダウンと変わります。CA コルベツフォースダウンロングパントフォーメーションの選択です。パンターは19番の小倉が務めます。久留米大学出身、キッカーは19番、ナイスパン。さあ、下ろして敵陣の46ヤード付近まで回復しております。熊本陣に入りましたところでボールデッドとなっています。この時点での攻守交代となります。前半残り時間は2分27秒となっております。熊本自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ、クォーターバックが変わっております。ラウン、ナイスラン。まずランプレーで入ります。ナニバック32番ハンドオフを受けて左方向にランプレー、これにより約5ヤードのゲインとなっていますが、イエローフラグ、ここで反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。この反則により10ヤードのバッターを受けます。さあ、CA コルベツはこれを採用して10ヤード下がって自陣42ヤード付近からパサテ、反則がありました地点から10ヤードバッタリという形になります。熊本ファーストダウン15。さあ、 QB が柿内選手に変わってきた。熊本マーベリック
87番林選手。さあこのパスプレー通りまして約8ヤードのゲインとなっています。パスを取りましたワイドレシーバー87番は林、西南学院大学出身。なお熊本クォーターバックは18番の柿内に変わっております。大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあセカンダンセブン、熊本マリスバランス体系でセカンダン、熊本セカンダンセブン。ゴロキャリアを32番、ここでドロープレーを挟みます。大学32番、ハンドオフを受けて中央突破、そこから右に展開しまして約4ヤードのゲインとしています。失礼しました、約5ヤードのゲインでした。サーダンショートのシチュエーション、キャリア32番は高松です。熊本マーレ日本体育大学出身、44ヤード付近でサーダンショート。熊本サーザン2ボールン相手陣44ヤード。中央のランキャリアを熊本ファースター、この距離を熊本ランニングバック31番に託しました。ハンドオフから31番、密集点を突破しまして攻撃権更新、熊本マーベリックスファースター36ヤード付近からパー3点、見事攻撃権更新果たしました。熊本マーベリックス31番は大黒、大阪教育大学出身。熊本相手陣37ヤードからファースト3点、アンスバランス体系で熊本マーベリックス3点パスじゃないです。ナイスランランニングバック32番、オプションプレーのピッチを受けて左オープンに展開。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。イリーガルフォーメーション、不正な体系でオフェンスを展開しました。オフェンスには最前列ラインマン、そしてバックスイン、これには人数の制限があります。この人数を守らなかったフォーメーションとった場合はイリーガルフォーメーションとなり5ヤード抜体となります。さあバランス体系で熊本マーベリックス、熊本ファーストダウン15、10ヤード付近からファーストロング、ドロー、ナイスタイム、これはコルベッツナイスディフェンス。熊本意表をつくように中央へのドロープレーを挟みました。しかしこれをコルベッツ53番見事に身を挺してタックルしましてノーゲインとしています。53番梶原選手、熊本失礼しました、シエコルベッツ53番は梶原、九州産業大学出身。ナイスタックル、試合時間残り45秒です。ここで熊本前半2回目のタイムアウトを取っております。前半残り時間は45秒となりました。熊本相手陣45ヤードからセカンドダウン15で試合再開となります。バランス体系です。QB は柿内選手、ラン、パス、投げない、投げた、インターセプト、ターンオーバー、ナイスインターセプト、ここで熊本トリックプレー、
一旦ランニングバック31番にハンドオフし、そこからパスを通りました。22番しかしこのパスを取りましたのは CA、 これは222番インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、見事インターセプトをしました CA コルベツ22番は柴田、九州産業大学出身のプレイヤーです。さあ試合時間残り31秒です。 CA コルベツ自陣35ヤード付近からパス、インターセプト、ターンオーバー、23番、ここで試合選手14番一気にロングパスを取りました。先ほどインターセプトした22番へのロングパスを投じましたが、これを取ったのは熊本バーリックス23番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトを決めたのは熊本バーメリックス23番の河津、佐賀大学出身。さあ試合時間残り15秒です。熊本バーメリックスから熊本ファースト点、さあランプレーを入れます。このランはしかし、コルベッツカバーしておりゲイン2ヤードに留めています。さあ第2クォーターは終了しております。ここで第2クォーター終了です。前半終了となりました。熊本マーベリックスはリードしております。前半終了となりまして、熊本マーベリックス14点、CA コルベッツ0点、熊本マーベリックス2タッチダウンリードで前半終了という形になりました。双方とも白熱する一戦となっております。プランボール状況としては熊本がリードする形で前半戦を終えております。